はい、こんばんは。あ、寿司長内ね、まだ時間は若干早いっつうところでね、何時の5時の40分5時の40分ね、今日が何曜日、土曜日か、ということでね、皆さんどうでしょう、お休みの方は充実を高められましたでしょうか、ということでね、今日がなんで、これ場所くちゃえねえかということでね、本当はね今日は外やったんですよ、正直な話。ところがね、時間とかいろんな段取りもあってね、ちょっと外には行けんかったという形ね、リーダーのいわゆるクレンジングもねやりながらというところでね、これはもう3階の私の部屋でございましてね、ただ悲しいからね、これね、クーラーないね扇風機やね、おじさんむちゃくちゃ今暑いわけじゃないけどね、なんとかかんとかね、やらさせていただくので、忘れた。今日、皆さんどうでしょう、シャワーかな、風呂まだ使ってる。ね、私は今日、シャワーしてきましたけどね、リーちゃんが今日、ほら、いわゆるクレンジングでしょ、でやったから、調子はいいんだけれども、もう疲れてもたかな、結局もう、気合い入れてやったから、この胸のあたりとかね、おててとか、まあ、時間にしたらどれぐらいやったかな、1時間はやってないけど、30分ぐらいやったんだろうかな、いわゆる工程が何個かあるやん、濡らさんけど、濡らさない間にまずクレンジングから行って、ね、まあ、全体クレンジング、耳やら何やら、こう顔やら首やら全部やって、で泡でね、泡シャンプーで、その今やったとこを、また泡シャンプーでマッサージやるわけですよ、浮かすわけですやん。でそれ全部やって、でファイバー手袋で濡れたままちょっと軽く絞って、まあ、ほぼ濡れてるやつでまたそれを拭き取るわけですよね。それをまた洗って、まあ、茶色いやつが出ません。それをまた軽く絞ってもう一発やって、でまた洗って黒いやつ出て絞って軽く絞ってまたやって3回やるんですよね、まあ、拭き取るということでやって、で最後乾いたやつでその、まあ、濡れますから若干濡れてもそれを拭き取って、で最後保湿のスプレー、スプレーのシュシュがやって、これ全部また耳から全部やって、でちゃんちゃんなりません、だからまあまあ本人も結構ストレスなるやろうなっていうことでね、まあじっとして、今日はりーちゃんの部屋やなしに外のフローリングの寝とったからね、大丈夫だから、もうその場でとりあえず首の辺から攻めていったら気持ちよさそうにしとったから、ほんなら何か胸の延期だ時点でバッと立ち上がったから、これはもう嫌だったんかな思ってね、それまでやらせてくれとったんやけど、でもお部屋入れてお部屋でやったんだけどもね、でもしんどかったんかな、言ったら一応もう今リラックスね、下でリラックスしてございますが、でまあ散歩行こうと、ハーネスやったらいつものこの嫌だでね、ハーネスしたないって、もういかへんのかというところで、代打レオでね、代打俺みたいな、俺じゃレオやほいでね言いながら、でも先一発目リーちゃんが先行ね、一番バッターでいわゆる1時間行くじゃないですか、行かへんから代打だらしゃあねえかね、代打レオと、ね、準備していいんで嫌だわーってね、まあ、つけて外をジョロジョロして20分ぐらいですか、なレーダー、雨雲レーダー来て、雨には合わなかったんですが、今パラパラしとんかな、今ちょっと外暗いけどね、そのあたり何、6時前な、5時44分かな、ね、で、もううんちもしこも外で銭湯入るから入るというところ、まあ早いことね、皆さんにお会いできるんじゃないかな、この後すぐ飛ばそうかな思って、やっぱり2000回やから2000本やから、なんかこれ、ちょっとこうスタートと、まあ、ゴールちゃうからスタート、改めてスタートラインやというところでね、今日初めてアマツーチャンネルご覧になってくださった方につきましょう、こんなあとホームなねこういう形でね、苦節6年でございまして、いわゆる元年から令和元年からのスタートをねやらさせていただいて、まあ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 こんなもんかなとね、ありがたいなというところで、ゴールはまだ分かってございませんが、とりあえず60歳までやらさせていただきたいな、もうあと3年ないけどね、なんとか頑張っていただきたい、今いわゆるリーちゃんのそういうアトピーね、いわゆるフードアトピー、カリカリの
あとビアいうことになってございましてね、なんとかそこに今全神経全勢力をかけてましてね、やらさせていただいてるっていうのでね、大変ではございますから、まあ僕が大変よりもリーダーが大変、人間側よりも本人が大変ですね、なんとかやらさせてくれるし、で手作りももうカリカリ食べてへんから、手作りももう昨日1週間分仕込んだからね、形今日もうここでやらさせてもらおうと、やっぱりこう新たなスターというところでね、やらせて、なんぼ5分30秒かね、以上で、大きにありがとう、そしてここまで応援くださった皆様ね、いやもうこの場を借りて熱く御礼を申し上げたいなとね、今後ともどうぞよろしくお願いばいたしますということでね、最後やめる時までね、ご一緒にやるやねえかっていうところでね、やらさせていただきたいな、またこの、60だったら第2ステージというところでね、またこのバージョン変わる、正直な話、今もいつかの少年、いわゆる天津食堂ね、飯屋じゃないんですがね、まあ、ちょっとしたちっちゃい、まあ、立ち飲み屋いう形だけど、まあ、椅子は置いとこう、立てられへんのもね、自分自身が立てられへんもんそんな問題ないけどな、それでまあまあアットホームに、ね、やらさせてみんなの憩いの場を提供したいなということでね、よろしくお願いいたしますというところでね、頑張っていこうね、めちゃりいっぱいあったけど忘れた、ちょっとね腹減ってきた、正直な話、ね、でちょっとごめんやけど、こう久しぶりやん、だから最初の方からね、1年目2年目が見てくれとった方はご存知かも分からんけど、結構ねこことか あちこち場所変えてやっとったんだけど、ほらこれこれこれなるやん、これなるこれなるから、ちょっとノイズ入るからかなと思いながらね、やらさせてもらうんやけど、だからちょっとどうなるかわからない、アンプがね調子悪いのもあってこんな形になったんだけど、申し訳ないな、まあまあせやけどアンプあろうがなかろうがこんなもん、最初からね、最後までこんなもんやから上も下もないんで、正直なんですよね、いろいろ誤解されて、こんなやったらどうやとか、へじまいとか、うますぎじゃないかとか、どこで間違うのよ今日はとか、いろんなあんねんけど、その含めてこうワールドなんです、あんま強いワールドなんですよね、ですからぜひともね、あと3年でも4年でもどこまでいくか分からない、まあ、とりあえず60まで言うとるけどもね、分かりません、あずみのことやから、はっきり言って生きとったら70までは言うかもわからない、正直ないしね、まあまあとりあえずその辺りでやらさせていただきたいな、で忘れた、他に別にあった今日それりーちゃん、レオりーちゃんのほら土曜日の焼肉復活ねやってますんで、これまた今日ね、これ終わってからスペシャル行ったのかなっていうね、また X かなんかで、のしちょっとまた細かにね切ってやったりして、キャベツをねどうしても食べさせておいてね、で先週やったらちょっとでかすぎたよキャベツがね、だからちょっとみじん切りにねして、でご飯にこう混ぜ食ったりなんかしたりなんかしましてね、でこう食べるんちゃうかなとか食べへんのちゃうかなとか、そのあたりいこう、ちょっと待って、ごめん、ちょっと待って、これ落ちちゃう、あんまりいらんことです、お、あんまりいらんこと、なんかね、なんかね、ちょっと腰な、まだ上げませんね、正直なし、で、いろいろお、こんなんがええでとか、あんなんがよろしようっていうのもね聞かせていただいてありがたいなっていうのが、まあ、試させていただこうかなと思うんだけどもね、
ちょっとどうな何回もやってますから、悪になるんちゃうかっていうのが分かるから、コールセット巻いてる正直やし、ね、だからまた月曜日現場やから、なんとかこの今日明日でね、ほとぼり冷めたいなと、まあ大事にとって、月曜も巻いていかないと可能性の方が高い正直やし、行こう。続けざまに苦しそうな咳払いをしてた西新宿の飲み屋の親父が昨日死んだ。俺の命もそろそろかなって吸っちゃいけねえタバコふかし、日本のイメージクラゲになっちまったと笑ってた。割と寂しい葬式で春の光がやたら目を突き刺してた。考えてみれ親父はいい時に死んだのかもしれねえ。地響きがガンガンと工事現場に響き渡り、やがて親父の店にも新しいビルが建つという。ゼミになれね歌を歌ってた俺に、親父はいつも仕上がれ声で俺を怒鳴ってた。錆びついた包丁研ぎ、取れたての体をさばき、出世払いでいいからとっとと食えて言ってた。やるなら今しかねえ、やるなら今しかねえ、66の親父の口癖は、やるなら今しかねか新しいかなんて真面目な者たちの言い癖だった。俺か俺じゃねえかで、ただ命がけだった。酒の飲めない俺に無理やりと繰り方抜けて、男なら髪の毛ぐらい短く切れよってまたどなった。西新宿の飲み屋の親父に別れを告げて、俺は通い慣れた路地をいつもよりゆっくり歩いてる。すすけた畳屋の割れたガラスに映っていた。苦しみまみれた俺が一人映っていた。やるなら今しかねえ、やるなら今しかねえ、66の親父の口癖は、やるなら今しかねえ、やるなら今しかねえ、やるなら今しかねえ、66の親父の人生はやるなら今しかねえ。
おみなさんね大丈夫かよね、これなってんのかな、なんかもう久しぶりやからね、これじゃあなんかないか分かりませんけれども、まあまあまあ、まあ、それだけねやらさせて、いただいて、おるわけでございましてね、まあまあまあ、こんなんかな、どんなんかな、いうところでやらさせていこうかな、どうね、今日はだからサービスやからサービスでやっていきたいなと。ちょっとアングルがね、これちょっとこう上向いてるやん、もうこれでええかな。まあ上向こうが下向こうがそんな大して変わりはございませんからね、やらせていただいて、ちょっとお手手がね、今んじゃね、正直なしね、申し訳ないけど、まあ、カラオケかな思ったんやけど、まあカラオケもね金曜日一発目でねやらさせてもらうからええかな思って。俺にとって鹿児島はいつも泣いてた。ひ弱で不親切で邪険は間違った。親父とおふくろは泥にまみれ銭を羨み、そのど真ん中で俺は打ち震えていた。ゴーゴーと不安が立ち上る住みかを、凍える風が暮らしをすり抜けていった。雨どいを伝う雫を見るのがたまらなく嫌だった。逃げ出したくて思いをかきむしるだけだった。俺の人生はどこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。突き動かされるあの時のまま、そういつかの少年みたいに。乾ききれない浴衣が揺れていた。縁側の向こう遠い記憶が霞んでいく。俺は今揺れる船の上に立ち、叩きつける7月の雨を見ている。全てが1秒ごとに意味深く進んだら、水平線からドデパラに日が昇る。今日と昨日とで激しく違うことを知った今、俺は鹿児島をつんざく鍋に捨てた。俺の人生はどこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。突き動かされるあの時のまま、そういつかの少年みたいに。俺の人生は
どこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。突き動かされる、あの時のまま。そう、いつかの少年みたいに。よっしゃ、ね、なんとかかんとかやったね。ちょっとね、やべ、これバキバキって入ってないと思うわね。ちょっとで見づらいのもあるし、ちょっと近寄らさせていただいてね。お決まりのやつも、もう一つやらさせていただくわな。一つやらせていただくわな。待ってよ、よっしゃ。よっしゃ。忘れた。ねえ、あれやもだな。せっかくやから。うさすいでに。これな。よろしくお願いします。ラストで、であのまた僕言い出した、またあの明日こそラストになるんだけど、今週ね、また元気にお会いはいたしたいね。どうでこれね、アンプ調子はこう線があかんかもな。正直な話、入ってないんちゃうか、怖いな。あ、入った。入ってでれれれ。あ、これね、もう雷鳴っとんじゃん。雷鳴っとんじゃん。雷鳴っとんじゃん。ちゃうわな。あれだって。入ってないでしょ。雷鳴っちゃう。考えなんだ。おしご。なんか角度悪いなと思うんだよ、これ。いいか、これで。いこう。レザコツコツとアスファルトに刻む。
足元を踏みしめるたびに俺は俺ってやり続けたい、そう願った。裏腹な心たちが見えてやりきれない夜の数え終わらない闇の中で今日も眠ったふりをする。死にたいくらいに憧れた花見えた大東京薄っぺらのポストンバッグ期待期待向かった。ざらついた未来素のこと目で伏せられた正直さが今頃になってやけに俺身に染みる。ああ幸せの尊い世の声、お前はどこへ飛んでいく。ああ幸せの尊い俺は舌を出して笑ったら おやしゃ、わざめ。いやいや、今日はもう。
よっしゃ、ここまで。いや、まだまだ俺でもちょっと、いかがなるかな、もだけどね、やらさせていただいたっていうところで、ご苦労さん、皆さんも最後までお付き合い、お気にありがとう。ね、また明日も頑張って、張り切ってやらさせていただきたいなっていうところでね、お気にありがとう。いい夢を見てくださいというところでね、明日もまたよろしくお願いします。朝からちょっとしたら会えるかもわかんないけど、まあ明日はね、そんなにバタじゃございません、今のところね。この後どうなるかわからんけれども、今日もこの後はそんなに大したことがない、もうちょっとしたらレオとリーちゃんのお肉をね、チャカ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 焼いてあげようかなってね。おふい、ありがとう、バイバイ、ロックロール、ありがとうな、よろしく、今からアップします。